本日のテーマは、今の日本の中で、与党自民党で総理大臣になってほしい二人、高市さなえ、旧市みのる、我が浜松に参上、ここから日本が変わる、世界が変わる、第1部一部旧市みのる編ということでお送りさせていただきたいと思います。私は、反緊縮党でございます。 自民党の中でで二大挙党といい、えば、高市先生ございますこの2人がですね静岡県浜松市北区澤田音楽堂で講演会を行いましたその講演内容を書き留め私が解説していきたいとにかくこの浜松に木内先生がいてよかったこの日本に高市先生がいてよかったそんな講演会でございました ちょっと注意書きになっていきます。本当は映像、映像で YouTube にあげたかったのですが、本来は映像で YouTube にあげたかったのですが、会場での撮影禁止がありまして、この動画、は私がメモしたものを皆様にお伝えしたいと思います。本当は木内先生の心を込めたお言葉、気持ちのこもった動作なども映像で皆様にお伝えしたかったのですが、 今回でできなかったのが残念でございます。また来た機会に絶対にやってみたいなと思っております。さらにメモ,メモなので取り間違いがあると思う。その時は皆様からですね遠慮なくご指摘を賜りたい。仕事等で時間がなく動画自体の修正はよほどめちゃくちゃ正反対のこと言っちゃったとかなんか、えー、と当人が言いそうにもないような。 逆のこと言っちゃったとか、まあそうでもない限り、えー、しませんが、コメント欄などではですね、訂正したいと思います。特に今回の講演会聞かれた方が、もし、あの、ご指摘いただければ、一番ありがたいと思います。最後に表示についてなんですが、こちら、アンダーセンをつけたのは、木内先生のご発言。えー、感想以後,以後のアンダーセンなしが、 えー、私の感想になりますちょっとお待ちいただいはい、前半のご挨拶高市先生のご紹介から高市先生、自民党の政調会長昨年行われた総裁選挙で国会議員票2位と大健闘した天竜に光配馬50%しか設置し してない時これをもっとたくさんの人に引くべきだということで高市先生のおかげまあいわゆる木内先生から高市先生のようにこの話でご紹介ありまして今ほぼ100%引くことができるようになったそうです。高市先生は政策をしっかり勉強して政策一本で貫ける人派閥の論理でなく実力一本で勝負している人 衆議院選挙そもそも負けると言われた選挙勝てたのは高市早苗先生がいたおかげ高市先生がいたからでございます。ここまでが木内先生の言葉ですね。まああの前半の感想そうかもしれない衆議院選挙そもそも負けると言われた選挙勝てたのは高市先生のおかげいたおかげまあこれちょっとかなり持ってるんじゃないかという人もいるかもしれません。 あのま九、あ、内先生そうおっしゃっていましたがあながち三橋隆明先生が動画でもおっしゃっておりましたが高市先生が立候補した時ほとんど政策なしでですねあの前回の菅,菅の時のようにのほほーんと、まあ、あの岸田さんがですねあの総裁選に出ようとして慌ててですね政策をまとめてですね雑誌や 雑誌に対談をををセットししししたたとといいいう話をしていらっしゃっゃことを思い出しますその時はもう高橋先生は本とか文藝真珠にも投稿してましたからねまあこの辺はちょっと雲命の差というかもうな <laughs> んでやんなかったのかなって私ほんと肌が立つところでありますけれども岸田さんがこの辺バチッとやっていればもうちょっと今総理大臣になっても違っただろうしそもそも楽勝で勝てただろうし菅 総理大臣という話がもうあのなかったんじゃないのかなと最初からしっかりとね高橋さんに、ね、文芸真珠に出す、えー、あ本人もね、えー、所得分配政策これしかないぐらいに出せばねあの菅総理大臣というぼんぼこ大内閣はね多分存在しなかったんじゃないかなと私は思うところでございますでは本題に戻ります まあ、高市先生もですね、木内先生も思い出したくないと言ってましたが、高市先生の総裁選の登場はですね、後世の歴史にも残るエピローグであったと思います。あの、2位ではありましたけれども、禁縮からですね、えっと、反禁縮へという、えー、筋をつけたという意味では、もう高市先生の,あの存在はですね、歴史に残ると私は思っております。 の今でこそ最低最悪のです、ね、大統領になったバイデンの分配政策のおかげという言い方もできるんですね。まあこれもまた事実なんですよね、はい。残念ながら日本はですね、アメリカポチの後追いになってしまったが、たとえその影響であったとしても、高橋先生がプライマリーバランス廃止論を言ったことは、日本において革命が起こったに等しいと思います。それながら横で,横ですが なん,か事実事実なんていったことと考えますとですでねもうここでプライマリーバランスっていう話をして自民党の一番悪いもう憲法改正でも一番やっていけないプライマリーバランスの問題にぐさっと切り込んだっていう意味ではですねこれはえもう革命ですね緊縮から反緊縮へという革命私は今でも心に残っておりますでは後,後半のご挨拶になます なります自民党人材が豊富外国にも言ったがそれ以に感じる日本の良さを壊してはいけないプーチンが近属で現状を回復するのはいけないと思うただウクライナのゼレンスキーを美化するのはどうかと思うこれまでロシ,ロシアとどのように付き合ったかということを考えるべきだ分析してなければならない100対0ではないこの問題をですね 冷静に見る。いずれにしてもウクライナについて外交の舵取りを気をつけるべきだそして明日は我が身とならないように自前で備え食料資源を輸入しないで自活できるようにしなければならないそして積極財政で世の中を明るくしていきたい日本はレアメタル1兆円本当はエネルギーが無人蔵の国いくらでも自立できる。 感想、ウクライナ紛争について 100%0% ではない。この問題を冷静に見る。ウクライナ戦争については複雑な歴史の積み重ねの中にある。東ローマ、西ローマの戦い、東ローマの末裔、ロシア・モスクワ公国に嫁ぐ、そしておなじみ同じギリシャ正教系統の歴史を信じ、宗教を信じる国であることなど、 この辺のことは未来予測の中に織り交ぜながら私は動画にしておりますということで2022年5を取らどし戦争が起こりやすい年プーチンウクライナ侵攻は民族大道や十字軍以来の東西文明の衝突となるそしてさらにヨーロッパアメリカまで攻める可能性があるという動画でまとめておりますのでぜひお時間があったら見てください。 さらにそもそもウクライナは無理して,て NATO 加盟などしてロシアを刺激していなかったか近年でもキューバ危機や関東軍のように正当化できるが相手の権益領域を犯してなおかつ脅威と感じさせる行動をし 指定し,し,、えー、し,してこなかかったかこういうとこから検証されるべきではないかと木内先生の話を聞いて強く思うところでございます。えー、資源の自給自足資源の自給自足木内先生の意見に大賛成でございますというのが言うのか日本についても資源大国であることを発見した私自身がですね 今まで私輸入大国であるとばっかり思っておりました今回まさか政治家の先生の話で発見するとは思いませんでした目から鱗でございます一つ発見した感じでございますそういう意味でも日本,日本が自立するという目標に向かって国民の一人一人が団結をしたら成功するそんな気持ちにさせてくれた講演会でございますまた正しい認識で日本が自立し この団結をするということ、誤った認識です。賛成すると第二次大戦のようになってしまいますから、まさにそういう意味でも私たちにかん私たち、今日あのこの講演会を聞いて、すごい考えさせることがいっぱいあったような感じがします。木内先生本当にありがとうございました。学ぶべきことが多かったです。ご清聴ありがとうございました。終わらせていただきます。以上です。